練習器具の塊、中富若まさり、ゆみちゃんです。ゆうちゃんです。はい、今回は冬におすすめの練習器具として、紹介したいと思うんですけれども、ちょっと私もよくわからないので、今回スペシャルアドバイザーに来ていただいてます。ゲストの石井さんです。よろしくお願いします。はい、どうもすいません。マスター練習器具アドバイザーの石井と申します。はい、本日はですね、練習器具をゆみちゃん、みゆちゃんに売ってもらおうと思います。頑張ります。ズガババゴルフ。はい、今回はですね、マスター何やったかな、肩書き忘れたんですけど、まあ、なんであのマスター練習器具アドバイザーの私がですね、この冬に特にお勧めしたい練習器具を5つベスト5形式で、で、まあ、今回はゆみちゃん、みゆちゃんに、ちょっと握ってもらって、まあ、ちょっと怪しい解説とちゃんとした解説をいただく形になりますので、はい、頼むよ、ちゃんとした言う。もうなんか怪しいやつはどうしようもないけど、はい、でまずね、まずもうベスト5で、ね、第5位からいきましょう。第5位はね、実は一番簡単なグリップ先生という練習器具なんですね。ちょっとじゃあ、怪しい方が、はい、任せてください。これをグリップの形をして持つ。形できてあります。あ、そうそうそう。あ、でもここの部位がちゃんとできるっていうのは分かる。ちょっと細い。ああ。自分のグリップにはちょっと細い感じ。なるほどね。そう、細いっていう、なんかね、この大きさで一応これ L なんですけど、なんか SS から、SS やったかな ?S から、まあ、ちょっとちゃんと喋ってないんですけど、S から、Sから、LL ぐらいまであるはずなんで、ね、で、まあ、これ LL なんですけど、細い。みんなこっちは、はい、はい。なんかちょっと思ったこと言ってください。まあ、でもこの親指がやっぱりいつもとは違うなって感じです。ああ、違和感あり。はい。ちょっとグリップ先生大丈夫かな。グリップ先生評価低いね。あ、一応じゃあ僕の方が補足しますね。この二人あんまり、あ、ちょっと怖いな。作ったところに怒られるかな。まあ意外とね、僕フィッティングしてて、まあ意外と気になるのはこのグリップなんですよね。で、結構アマチュアの方でウィークに握ってる方って多いんですよ。ウィークの方って結構左手がすごい弱い時とかあるので、逆にこのグリップとかやったらちょっとストロングめに入るので、僕は結構こういう、まずこういうの、その普段からグリップを握っておくっていうのは、結構このグリップって実は処方の処方なりに逆に忘れがちなので、まあそういうので僕は結構このグリップがちょっと安定してない人、ただこれポイントなのは、基本的にこの10フィンガーとか握る人にはもう対応してませんので、今ね結構グリップは不変と言われてますけども、基本的にはまあスタンダードな握り方を覚えたい方っていうのは、まあ初心者なんかすごいいいかもしれないですね。はい、まあ本当にそのこの辺でよろしいでしょうか。グリップ先生、ちょっとあまりにも2人の意見が悪すぎたんで。でも、はい、2022年のマスターズ優勝者のスコッティ・シェフラー選手は、練習器具にこのグリップがこういうグリップ先生みたいなのについてるのを練習してる。なるほど、最後に持ち上げてくるタイプですね、はい、以上です。ズガババゴルフ。はい、第4位ですね。もうこれはもうトレーニングスティックという、まあ、これはちょっとアズロックというか出てるんですけど、トレーニングスティック、もうこれはもうマストですよね。はい、はい、持ってるよね。はい、よかったです。持ってないわ、どうしようか。これまたアズロックからモンクルとかやったわけ。実はこれ、まあ、一番ね、もう僕も普段から黄色い棒持っとんですけど、まあ、シンプルでなおかつ用途が多いのがもうこのスティックですね。まあ、スタンスの確認はもちろんですけど、まあ、これを使ったトレーニングもありますし、実はこの後紹介するのはこれがある前提で使う練習器具なんかもあるんです。だからもうある意味なんかゴルファーにとってはもうこれマストなのかなと思うんですけど、持ってるんです。一応ある。あ、キャディバッグに入ってるだけや。キャディバッグにも入ってないかもしれない。もうこれはプロに見た方がいいね。見たらこれどういう使い方だと思う。これはやっぱりスタンスとかボールの位置とか、はいはいはい、十字どっこのもの。そうですね。ですね。まあ基本はそうですよね。やっぱ十字が多い。スタンスとで大体うまい子っていうのは十字で置いてますね。でまあ一本でも取れるんですけど、やっぱりスタンスだけじゃなくて真ん中の確認っていう意味ではやっぱ十字で置くのが僕は一番おすすめですかね。うん、まああとはその軌道とかでわざとちょっとインサイド軌道とかにしたいとかやったら、こうその目印をこうつけたりっていう。なんかこっちへ振りに行こうとかっていう、そのわざとそのラインを作るっていうのもこういう棒の特徴なので、はい、まあいろんな用途があるという意味では、まあもうキャディバッグに入れて置いているあなた使った方がいいですよ、この冬は。ぜひ、いや、まあ全体的に冬じゃないけど、オールシーズン使ってください。以上、ズガババゴルフ。はい、
第3位ですね、これは特に本当に冬場におすすめの練習器具ですね。ダフリチェックマットと言われていて、これ実はこう打ったところからこういう跡が生えるので、あとそれで、まあ、実際ボールダフったりっていうのが見えるという、まあ、可視化できるあの練習器具ですね。じゃあ実際今回は、ゆみちゃんみゆちゃんに、アマチュアとプロに打ってもらいます。はい、じゃあ、ゆみちゃんに、アマチュア代表ゆみちゃんに、はい、あのこのダフリチェックマット、僕は期待してますよ、ダフリ。はい、任せて、はい、任せて。あ、持ち玉やけどな。うん、ダフったらいい。いやいや、普通にやってはい、行きまーす。お、よっ、うま、ん、い、うん、いいよ、いい。お、なんかむしろ、やっぱトップメガネ。ちょっと、これ、どうなんかな、これ、何が正解か分かりにくいが難しい。はい、はい、おぉマスターいきます。マスター練習機構アドバイザーいきますよ。はい、お願いします。いいんじゃないですか。まあ、こういう練習器具だと言いますか。はい、ぜひ皆さんね、振り子は繋いで、やってください。ツバババゴルフ。はい、第2位でございます。このトライワンスーパーフレックスという棒なんですけど、まあ、あの数ある素振り練習器具の中で私が実は一番推してるのが、まあ、これですね。はい、あの実はこれね、あのプロゴルファーでもあり、あの YouTube あの俺に任せろっていう番組をしてるあの星野秀正プロですね、もう、推奨してる練習器具なんで、あの星野秀正プロとたけしが武士の推奨、はい、かなりあのランクが違いますけど、はい、あの2人が推奨してますんで、ぜひとも皆さん、はい、見せてください、はいはい。でまあ、一番特徴は、まあ、この赤と水色の方で重さがあのバランスが違うということでね、どっち片方赤い方で振ると重く感じるで、水色の方で振ると軽く感じる、あとはもう見てもらったらこうしなるですね。いろんな棒ありますけど、最初はこうしなる方が絶対いいって思ってますので、とにかく早く振るっていうのを体に覚えさせるというのがポイントです。あ、でしょうか。どうですか、プロ。あのアマチュアプロとして重たいけど柔らかいから振りやすい、うん、自分も持ってるけど、うんうん、あの硬いのしか持ってない、うん、なるほど。だけどこっちの方が振りやすいです、うん、そうですね、重たくても、まあ、基本的に重い方を下に、振ると切り返しのリズムとテンポをつかむことができるというふうには言われてます。じゃ水色の方は、水色の方はそれ今赤の方ですけどそんなボケいきませんはい、通常運転です。いきます。明るい、はい、これは、うん、早く振ろうと思ったら自分の中で一番早く振れると思います。おっしゃる通りです、ね、うん、もう基本的に軽い方、まあ、水色の方を持つとスイングスピードが鍛えられると言われてます。ウォ、うん、ーミングアップに良さそう。あ、いいかもしれないね、うん、じゃあ見ていきます。はい、お願いします。いや、重いのに結構しなるんで、そのこう持っていかれるところの練習っていうか、おー、なんかこう日本っぽい発言でましたね持っていかれるんだ。持っていかれんように耐える練習とかにはなるんじゃないか。棒は使ってる。いや、使っ
ったことあるんですけど、持ってはないです。なるほど。はい。じゃあ水の音取ってみようか。はい。あ、軽い。あ。なんなんこの二人。あでもこれやったら多分ヘッドスピードの速いになれることができると思うので、まあ結構最近の練習器具で面白いので短距離選手が坂道をダーッと下るっていう結構スピードトレーニングっていうのがあって、自分の体に速く触れるっていうのをこう何ていうんですかね、覚えさすっていうトレーニングが結構最近流行りみたいで、あじゃあ神経の方に、そうですね、だから重くて筋力鍛えるっていうのが昔は主流やったのが、今はもう要は自分の体に速く触れるっていうのを覚えさすっていうのが結構主流に変わってきてるので、まあこういう練習器具はそういうのに向くと思うので、まあぜひ皆さん星野秀正プロと竹志推しでよろしくお願いします。乗せるな。ツガババゴルフ。はい、じゃあもう流行る練習器具の第1位ですね、これはねアライメントスティックギアと言われる、練習器具なんですけど、まあ本当にね今私が最もおすすめしてる練習器具はこちらです。使い方によっていくつかの練習ができるんですけど、まず根本的にですね、実際はこの棒は付属してません。まあアライメントスティック、まあ、いわゆるこの棒っていうのは持ってる前提でこの練習器具は売られてます。はい、で一番まあ奨励したいゴルファーっていうのはもうこれ実際この手元にボールを置いて手元が浮いてくるゴルファーですね、まあ、アドレスの段階よりもどうしてもインパクトで手元が浮くゴルファーってもうほとんどのゴルファーが多いんです。特にまあ実際そのまま手が浮く人もいればアーリーエクステンションって言われて、まあ、俗に言うお尻が前に出てくるんですね。こういう人も絶対手は浮いてしまうので、まあ、こういうゴルファーがもうそのお尻の位置を気にするっていうんではなくて実際もうこれに当たらないように打とうっていう練習の意識をするだけでもかなり手元の位置っていうのはキープできますので、これ非常に難しい。まあ後から別の練習方法もお伝えしますけど、とりあえずこれやってもらいましょうか。はい、これ使い方は、まあ、一般的な方はこういう使い方が一番いいと思います。まあさっき言った手元が浮く方ってはどうしてもなんていうんだろう、この棒を避けようとしてもらいたいですね。じゃあゆんちゃんちょっと外してもらいましょうか。はい、見てください、これだけありますからね、当たるはずないんです。存在感ある。当たるはずがない。当たるはずがない。じゃあ行きましょうか、行きましょう。結構な存在感だよこれ。行きます。行きます。行きます。ちなみに先ほど一球打った時になぜか彼女先端恐怖症という無駄な言葉を無駄な言葉を始まったからね。いやそれは関係ない。の人はこうちょっと気をつけた方がいいかな。はい、お願いします。いやいやこれね笑ってますけど本当難しいんで、これ本当もう一回行きましょう。これ見た目以上に面倒ですよ、うん、このね黒いのがね、うん、こっち見てる。何を言ってんだよ。行きますよ、行きますよ。はい、行きます。マジでそんな露骨に出る。ちゃんはこれ苦手だと思います。彼女ジャンピング系の打ち方をするので、手は必然的に浮いてしまうんですよね。だから別にジャンピングが悪いってことはないんですけど、やっぱ手が浮くっていう意味で言うとジャンピング系の人は大体浮きますから、はい、これ苦手だと思います、うん。結構余裕があっても怖いです。そうですね。これ余裕ありこれありすぎでしょ。じゃあないと思います。ないと思ってください。ます。練習しないといけないね。はい、ちょっと構えてもらっていい？ちょっと見えちゃうか、それちょっとあれだね。ちょっと、はい。まあ、とりあえず行こうか。はい。さすが。かっこいい。まあでもね、これはね、みーちゃんクラスではね、これはね、ただの棒です。あ、そう。じゃあ、もう一回構えてください。はい。ここの面白いのは、角度を変えれます。じゃあ一つ厳しめにしますね。おお、だいぶ狭いな。いや当たりそう。
今のはね、あの僕もちょっと意地悪したんですけど、はい、まあ、こういう練習器具なんで非常に効力があります。もう一つの使い方は、まあ、俗に言うスウェイスライドって僕ら言うんですけど、まあ、よく皆さんこあの両方スウェイって言われる方いらっしゃるんですけど、専門用語で言うとバックスイング側がスウェイです。でフォロー側はスライドって言います。要は腰がこう動いてしまうのを抑制する動きですね。で特にフィッティングでも使っているのはスライドポーズです。あの突っ込む人ってどうしてもスライド気味になるんですよね。でただそれって本人気づいてません。そういう時にあえてこの棒をこの腰の横に置いてあげてこのまま打ってもらいます。じゃあ実際ちょっと見ちゃってもらおうか。十分いけるよ。はい、多分突っ込む人は左足の、小指より前に突っ込んじゃうので、そういうのとこに置いておけば突っ込み防止になりますので、はい、そういう使い方もありますので、ぜひ、参考にしてください。ズババッゴルフ、はい、今回5つ練習器具紹介させてもらったんですけど、どうでしたか。まず見ちゃうから。そうだね、全部使いたいなって思うんだけど、はい、ちょっと迷うから1個にすると、うん、あの後から残るやつちょっと家でやりたい。あ、ね、うんうん、はい、じゃあみーちゃんどうは。やっぱり最後の、うんうん、あの手のあ、ね、うんうん、はい、うん、とかスライドとかのが一番もう買いたいなって思います。なるほど、わかりました。2人ともじゃあこの後しっかり売り込もうと思いますので他の皆さんもあのお買い上げぜひゴルショップ一でよろしくお願いしますということで、本日は練習器具マスター石井がお送りしました。また来週チャンネル登録、高評価で、ね、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。